こんにちは、赤沼ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。うちのお店もですね、もうすぐ7月の末でですね、なんと1周年を迎えるんですよ。あっという間ですね。ねる登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。はい、今試食会終わりましたね。はい、ということでまた次回なんちょっと今今回のちょっとまあ次回ってことがいいですかね。そうですね本当今のところプリンしかないんですよね。で皆様からこう要望の多いにとにかく新しいメニューが欲しいっていう、うん、答えたいと思っていろいろと今開発中なんですけれども、はい、今日料理長が来ていただいたので、うん、おナイスタイミングと思って試食会しましたけれども、また次回ということでよろしいですか。次回ということでまた、はい、次回やりましょう。そうですね、次回やりましょう、はいね、はい、お楽しみに。お楽しみに、はい。杉崎さん来ていただいてる、結構オープン当初ですもんね。1日目に来ました。1日目だよ。オープンの日に来ましたよ。そうだよそうだよ、お兄ちゃんと一緒にね。そうですそうです、来ていただいてね、はい、最近お兄ちゃんめっきり見かけないんですけど元気ですか元気にしてます。本当よかったよかった、はい、そう、そんなね杉崎さんと今お届けしてるんですけれども、1周年ということで、なんか私はあんまりすっかり忘れてたんで何も考えてなかったんですけど、1周年だから何かやらないのっていう声がちらほらと上がってきたので、まあ、確かになと思って、まあ、お客さんが喜んでくれるような機会がいいかなと思って、なんかセールやりますとかって、そういうよりもなんか楽しくみんながまた時間をね共有したりとかできる方がいいのかなと思って、なんと7月は3回イベントを催します。でまず第11回目が7月の15日、うちのメダカはアクアルークスのメダカなんですけれども、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、アクアルークスの無人販売ってたまにやるんですけど、無人販売ってだけでなんか知んないけどルークスファンがざわつくんですよざわざわするんですよ、うん、でざわついて無人に来てうちに来るっていうパターンが最近多いんですけど、だったらうちの店の前に無人作りゃいいんじゃないと思ったんで、とりあえずうちの店の前に無人販売やります。無人ですか、ね、そうです無人です、はい、無人です、はい、無人とあとプラスアルファなんとメダカすくいもやっちゃいます。うちのドリンク1杯につき1ポイプレゼントでメダカすくいで、そのメダカもルークスのメダカなので、まあ、いつもねイベント来ていただいてますけれども、ウェルディのイベント、ああいう風な綺麗なメダカが泳ぎますよっていうのがまず1回目。7月、そうそう、7月15日の、3連休の最終日月曜日ですねに、グリーンウィズグッドコーヒーになんとアクアルークスの無人販売がやってくるというイベントをやります。でもいるんですよね来るんですか。いる予定水替え終わってからね。水替え終わってからいる予定、はい、一応無人販売なので、いつもの無人販売と同様にパッキングされたお買い得ないいメダカが並んでですね、で集金ボックス用意しますんで、はい、一人は写真撮る撮影してる後ろに、はい、そう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 、集金ボックス用意しておきます。そこに入れていただくっていう、ただ無人販売がうちの店の前にあるっていうだけなんです。プラスアルファ一応これ1周年記念ということでお客さんに楽しんでもらう企画として第1弾としてやりますので、メインイベントはあれですね、メダカすくいね、担当でね、はい、やってくれるんですよね、はい、はい、チーム赤玉ちゃんのさえちゃんが来て1日メダカすくいやってくれますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。うちのドリンク1杯好き1ポイプレゼント、無人販売も言っちゃうけど全部1000円。もういいの、言っちゃっていいですか全部1000円するの1周年だから、ね、1周年だから1000円。そうそうそう、はい、1しか使えない、そう1だね。じゃあそういうことらしいんで、ルークスのいいメダカがなんと1000円でお求めいただけるという無人販売がやってきますので、ぜひ皆さんでお越しください。で2回目が7月の20日土曜日かな、カズさんの水田、第1回目来ていただきましたね。来てない、その週に来たんだよね。そう来れないからその週に駆け足でやってきたんだよね。駆け足でやってきて、スイレン買っていただきましたけど、前回は温帯スイレンって言って耐寒性のスイレンなんですけど、私ね熱帯性のスイレン好きなんですよ、すごい、うん、熱帯スイレンって温帯スイレンのちょっと後ろなんですよ、シーズンが、うんうん、なんで温帯が終わっても熱帯が咲き続けて秋ぐらいまで楽しめるっていうのが熱帯で、温帯と熱帯両方やってもらえると年間として結構楽しめるんですよ。あとは
温帯ない色だったりとか紫とかもないし、あとは夜咲きっていうね、これがまたいいんですよ。夜咲き、夜に咲く、そう、温帯睡蓮って結構サラリーマン的には厳しいところがあって、実はお花が3日4日ぐらいしか咲かないんだけど、だいたい午後になると死亡ですよ見れないと、そう、見れない見れない、それがね、ウィークデーとかになっちゃうと、えらいこっちゃう、全然見れないで終わるっていう家族の写真だけ見るっていうことになっちゃうんですけど、なんて夜咲きっていうのがあって、お仕事帰ってきてから咲いてる、夜咲いてる睡蓮が楽しめるんですよ。それもちょっともうカズさんにオーダーしてるんですけど、夜咲きがあったりとか、まあその温帯ない楽しさがあって、カズさんの熱帯睡蓮&植え替え術っていうのをやっていただきます。で、最後ですね、うちのお客様でやっぱ広瀬さんに会いたいっていうすごい多いんですよ。ということで、広瀬ペットさん、広瀬ペットさんって千葉の習志野にあるので、なかなかこちらから行けないんですけど、広瀬ペットやつ店の広瀬さんに来ていただいて、予約制でパルダリウムのワークショップをやっていただきます。はい、この広瀬ファンが多いので、うちのお店はね、ということで3本立てでやりますので、多分ね、お客さん楽しんでもらえると思うんで、ぜひ予定を空けていただいてお越しください。ということで、おさらいですけれども、7月の15日月曜日、これ3連休の最終日ですね、メダカイベント、社長の坂入さんと動画撮りましたので、それ差し込んでおきますけれども、それと7月の20日土曜日はカズさん、熱帯睡蓮を中心に今おすすめの睡蓮系を持ってきていただく、熱帯睡蓮の植え替え実演もやります。春になったらこうやってやるんだよっていうのを実際見ていただくっていうのはすごくポイントだと思いますので、それをまたやるのと、あとは最後の7月の27日の土曜日、広瀬さんのワークショップ、こちらはカフェを営業します。3回、10時からと1時からと3時からと3回やるんですけれども、人数を絞って片隅の方でやりますんで、カフェはオープン中ですなので、カフェは普通に来ていただいて結構ですし、ちらっと覗いたりとかもできてますよっていうような形でやりますので、でこのワークショップに関しては予約制なのですが、予約方法ですけれども、グリーンウィズグッドコーヒーの公式 LINE、 もしくは質問とあれば全然グリーンウィズグッドコーヒーの SNS、インスタグラムですね、DM いただければと思いますので、ぜひぜひお問い合わせください。ということで、あとはですね、プレゼント企画ですね。こちらは結構いろんな、まだ確定ではないですけど、メダカだったりランだったり、うちのオリジナルグッズ、オリジナルグッズも、ね、1周年記念に向けて新しいデザインの T シャツとかステッカー作ってるんですよ。そうめっちゃかっこいいんですけど、そこら辺のグッズなどをいろいろと、が当たる、くじっていうのをやりたいと思います。7月の15日から7月の28日までの期間中、これはもちろんカフェの方でもそうですし、あとは私のオンラインショップベース赤玉ちゃんのお店の方も含めて、遠方の方も含めて、その期間に物販、ご購入のお客様に順番に投資番号をつけていきます。投資番号をお渡しして、後々、期間が終わったら抽選をして、当たった人にそれを、発送っていう形で、やらせていただきたいと思います。でお店に来てる方は必ず LINE 登録していただいているので、発表はそちらの LINE の方 でベースの方はメールアドレスいただいてますので、直接こちらからメールさせていただいて、結果発表となりますので、ぜひお楽しみになってください。うちのお店に来た人は多分これの意味わかると思うんですけど、うちのお店実はレコードあるんですよね、そう、なんで来た人はピンとくると思いますけれども、こんな感じの、ロゴを作りました。今回、毎年なんかこういう風にデザイン変えて T シャツとか作ったら面白いかなと思ってるんで、今年バージョンはこれでいきたいと思います。白地に黒文字バージョンと、黒地の T シャツに白文字バージョンって形で2つね、T シャツ作ります。でそちらの販売も間に合えば7月の15日からスタートできると思いますので、そちらもオンラインショップにも載せていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみなさってください。そうで、このデザインはうちのこのグリーンウィズグッドコーヒーのロゴを作ってくれたデザイナーさんにまた改めてオーダーしましたので、気持ちが分かってくれると思います。いろいろでも結構やり取りして、もうここをこうしてください、ここをこうしてください、結構何回もやり直ししてここにたどり着きました。その間もね、結構お客さんに見てもらって、途中
この色あった方がいいかな、ない方がいいかな、こっちどっちがいいかなみたいなのにいろいろと聞いて、まあ、出来上がりました。で T シャツは白と黒と2色展開で、サイズは L と XL でご用意しようかなと思って、最近女性もね結構大きめで着るの好きなんで、あんまりねあのジャストサイズよりかはちょっとゆったりのが可愛いかなってことで L と XL をご用意します。ということで、そんな感じで、グリーンウィズグッドコーヒー1周年記念イベントのお知らせでございました。辻さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いきなりの参加ですよね。すごい本物だと、はい、感動。あ、本当ですか。感動ですよ。こんな感じ。見てんです。あ、本当だって。でもほらこんなこと言ったら滝のさ、やっぱさ動画とかもさ、そうこんな感じで撮ってるし、かっこいい、あのかっこいいバイク乗ってるのお兄ちゃんね、うん、乗ってますよ、ね、乗ってたの。たまたま見た時に、うん、あれこれ辻さんじゃねえのって思って、うん、乗ってるって言ったら、あ、撮ったお兄ちゃん出てるじゃない。お兄ちゃんですか。はい、お兄ちゃんがお兄ちゃんだ。そう、新商品なども目白押しなので、ペイ ID の方も楽しみにしていただきたいですし、で7月もね、のグリーミーズグッドコーヒーに足を運びください。お待ちしております。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録して、グリーンウィズグッドコーヒー1周年記念に参加しよう。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。すごい、本物。